はい、R1Z の紹介ですね。はい、ちなみにですね、 R1Z っていうのはそもそも RZ1 だったんです。知ってますか？なんかマツダの車でそういう名前の車がある、先にあったんですか？はい、だから RZ1 じゃなくて R1Z になったという話はですね、みんなが知ってる話です。はい、それらしく言いましたけども、はい、で、こちらの R1Z なんですけども、塗りになります。はい、パールホワイトに塗られてます。で、普通ですね、外装だけなんですけども、フレームをきれいに塗り直してありますね。はい、で、その上でこのサイドカバー、これもきれいに塗ってあります。これなんかすごくいいなと思います。で、あとはまあスイッチボックスとかも塗ってあったりとかしてですね、まあ虫がそこそこ年代の古いバイクでありながらですね、頑張ってこうやって綺麗にしようというですね、意気込みが見て取れますね。で、多分塗るのにあたってデカールがなくなっちゃったんでしょうね。まっさらなホワイトベースな色ですね。はい、ホワイトベースな、ホワイトベースと申します。はい、まあこれ何にもなくて寂しいという人もいればですね、自分色にデカールが貼れるということで嬉しい人もいると思うんですけども、僕なんか後者のタイプです。もしよかったら何か貼りますけども、いかがでしょうか？はい、うちの方で売ってるステッカーをですね、なんかこうベタベタ貼ってホワイトベース仕様にして、嬉しい人と嬉しくない人がいるので、そこはやらないんですけども、はい。で、割と安めに出させていただいてます今回。で、なんで今回ちょっと安めに出させてもらってるかってですね、仕入れがですね、今までのものよりも、まあ、若干安かったんですよ。まあ、若干ですけどもね、ここも綺麗に塗ってありますね。はい、で、まあ、その理由というのが、まあ、塗ってあるところは綺麗なんですけども、逆にですね、塗ってないところに関しては、まあ、年式相応のやれがあるかなというようなふうに思います。で、その中で特に言っておかなきゃいけないのが、インナーチューブの点錆ですね。点々錆びてます、はい、あとはフロントフォークのダストシールのところですね、ここにボロボロってきてます。オイル漏れ、左フォークだけですね、ちょっとオイル漏れします。あえてこれ拭かないでそのままにしてます。垂れてるかな、若干垂れはありますね。はい、です。で、点錆こっちの方が少ないかな。フォークオーバーホールして、オイル漏れが止まるケースもありますので、まあ、この辺りは古いオートバイであるということで、買い手さんのと相談させてください。R1Z のフロントフォーク、中古で綺麗なの結構出てます。はい、でそれを使ってですね、オーバーホールというのもありなんですけども、自分でできる人もいるので、そこまでやって値段を高くしようか、まあ、そこそこな状態、別に走れる状態で、そのまま安くお渡ししようかっていうのはですね、 R1Z に関しては値段下げた方が喜ばれるんです。なんでかっていうと、ツーストって結構黒ところみなんで、自分でいろいろできちゃう人の方が多いんですね。はい、まあ、そのあたりは、相談させてください。ちなみにフロントフォークのオーバーホール、工賃は基本工賃は2万円です。それプラス、部品代ですので、はい、そんなにここ直したかってバカみたいにボーンって値段上がったりとかしません。はい、で、車体説明に戻りますけども、アップハンドルになってますね。アップハンキットがついてて、ハーディレーシングのアップハンドルになってます。で、別体式のマスターがついてますね。はい、で、まあ、ブレーキはもともとダブルディスクの、対向4ポットがついてますので、まあ、機器は非常に恐るべき機器。そして、チャンバーがですね、社外品のクロスチャンバーになってますね。名前書いてないです。どこのチャンバーなんだろうな。これ逆に知ってる人いたら教えてほしいです。はい、これクロスになってますね、このチャンバー。うん、じゃあエンジンをかけてみましょうかね。 YPVS の作動は確認してます。ウィンウィンって聞こえたかもしれないんですけども、はい、じゃあかけてみますよ。今チョークはオフです。キックしてます。はい、うん、こんな感じです。はい、じゃあチョークを引いてみましょう。ごめんなさいね、いつもと撮ってるとこ違うので、あんまりバンバン吹かしてですね、暖気をしたりとかっていうのはちょっと今日はできません。今チョーク引きましたよ。キックします。はい、はい、チョーク刺さりました。
おしまいです。すいません、あんまりこう煙まみれにするとですね、九条ヶ岳までこの辺りにしようと思うんですけども、はい、まあ、今の一瞬じゃちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、エンジンの方のメカノイズですね、非常にないです。この辺綺麗な音が出てます。で、あと、このようにですね、キックですぐエンジンかかるというのはまだ圧縮状態がいいということを指してます。ただしツーストです。はい、で今回ちょっと休みに出しているので、今回動画をご覧になっていらっしゃる方の中には、私はこのツーストですツーストですというのはなぜそういうふうに言うのかというのは分かってない方がいらっしゃると思うので、ズバリ脅す意味で言います。壊れます。調子悪くなります。はい、いきなり壊れます。走っている最中に動かなくなります。エンジンかけられなくなります。で、乗らないでいると壊れます。乗らないでいるとエンジンかかなくなります。月に1回しか乗らない、買ってから3ヶ月1回乗ってないのにエンジンかかなくなった、うん、当たり前です。はい、そういうバイクです。でもそういうのを聞いてニヤッとしてしまう、楽しそうだなと思ってしまう、そういう人たちはにとっては非常にありがたい、あるいは楽しい相棒になると思います。ただ安いから通勤の足に使いたい、通学の足に使いたい、ね、下駄車に足車で安いバイクを探している時にこのバイクなんか値段で見てちょっと良さそうだから行き当たりましたよという方にはですね、全くお勧めしません。はい、全くお勧めしないですという一台なんですね。まあ、分かってらっしゃる方がこれを聞いたら普通に納得すると思うんですけども、まあ、別に何もご存じない方をですね、別に悪く言うつもりは全くないんですけども、この話を聞いて、なんだよこのバイクは、変なバイク売りつけようとしやがってっていうふうに思っちゃうようだったら、ちょっとツーストはダメですね。はい、っていうような感じです。っていうのはなんでかっていうと、ツーストっていうのはレーサーレプリカなんです。そもそもレーサーというオートバイは何か、レースで使うためのオートバイということは、レースサーキットクローズドサーキットで走って性能を出し切ったらもう壊れてもいいバイクなんですよ。なおかつメーカーが10年20年持って10万キロ走るように作ってないんですね。これがレーサーレプリカというものです。はい、だから今この時代で、この状態のオートバイエンジンかかってちゃんと走る、しかもツーストのレーサーレプリカだよっていうところで、まあそれをネイキッドに街の石にはしてありますけどもね、はい、そうしたものが現存してるっていうだけで正直奇跡的なんです。市場には他にも R1Z、 かわいいなお前R1Z 市場にはですね、他にもあるんですけども、仕入れてこれる R1Z って少ないんですね。はい、まずエンジンかかんないです、こんなに一発で。これ仕入れたままの状態でここまですぐエンジンかかるっていうのは、前のオーナーさんの管理状態がそこそこ良かったっていうことなんです。でも管理っていうのは、はい、管理っていうのはですね、別にこう洗うとか舐め回すとか匂いを嗅ぐとかそういうわけじゃないです。お金をかけて自分で部品をですね、新しいものに交換して性能を維持する、これが管理です。でヤマハのですね、この R1Z の場合だと部品出るんですよ。だから管理できるんです。そういう意味でうちではこれ扱ってるんですけど、逆に TZR とかガンマとか NSR とかだと部品出ないですね。部品出ない、車体も出ない、車体の基本状態もあまり良くない、そもそも終わってるっていうのがエンジンかかないばっかり。そんな中で唯一 R1Z だけはまだ頑張れるんですよ。はい、だから入れてます。はい、で、なおかつ欲しい人多いです、ツースト。でそういう欲しい人たちのためになんとかですね、手の届く価格帯で手渡したいという思いで、やっておりますので、まあ、基本的にあまりその手を入れないで、基本的に走れる状態、そこそこ最低限走れる状態、あまりお金かけて手入れて価格に反映させないで、なるべく手の届きやすい金額でということで、うちの店ではそこを頑張ってますので、はい、まあ、ここまで言ってですね、それでもなおかつ買い物や通学にちょうどいいからということで安いバイクを探してるっていう人がこのバイクを買うということはないと思うんですけども、R1Z が好きでですね、通そのマルチに乗りたくてで、探してるっていう人は非常にいい選択肢なんじゃないのかなというふうに思います。乗り出し価格です。基本的な部品交換します。油関係ですね、オイル関係、冷却水関係、バッテリー関係、プラグ、そうしたものを交換して自賠責もついて乗り出しの金額、店頭乗り出しの金額で、それ以外のお金一切かかんないです。納車講習ですね、それもいたしておりますので、ぜひ、お探しの方いらっしゃいましたらお声掛けください。よろしくお願いします。